打率に苦しんでいるバッターの河野、オールスターを折り返す前の17日の後楽園の中日戦で3打数3安打3打点を記録して立ち直るかと思われましたが、センターは変わった佐野です。昨日、おとといはホームランを打った和幸投手の話を借りれば栄養補給も十分に怠りなくやっているようですからそれが履行できるかどうかですね。はい、センターの右です。巨人2本目のヒットが生まれました。最近の野球の怖さっていうのは2アウトでもこうしてヒットが1本出るってその次ホームランが出ればもう同点ということですからね。そうなんですね。最悪の場合ですよ。こういう形を取らなきゃいけないものをこのいわゆる右の脇が上がってしまってですね、フライを打ったと。ここの辺りにね、こうもう一つやはりあのジャイアンツは乗り切れない一つの悩みといいますかね。そしてセンターへ抜けます。山田ランナーは三塁を回った。ボールは坂木原に返っただけ。2対1。昨日8試合ぶりの打点を記録いたしました山倉が初球を打ちました。センター前に張り返しました。典型的なピッチャー返し。ランナーは三塁を回ってホームに入りました。2対1。これは外角のちょっと甘い球ですよね。ただねこれまではね甘くなっていっても真ん中ですね。まあちょっと威力が衰えるとこのバットの芯で弾き返されるケースが非常に多くなると、まあ、この辺りねこれまで伊藤がね8回あたりまで投げたことが。そして9番がピッチャーの香取です。昨日は真由美がヒットを打ったその後左が続いたということで隅にマウンドを譲りましたが、実質はこの香取にもセーブを与えてもいいようななかなかいいピッチングをしました。8回の裏阪神の攻撃でバッターボックスには佐野が入ります。現在8回の裏の阪神の攻撃です。なお野球放送をこのまま30分延長してお送りいたします。予定の番組は30分ずつ繰り下げて放送いたします。野球放送をこのまま30分延長してお送りいたします。予定の番組は30分ずつ繰り下げて放送いたします。なかなかこの香取がね昨日キビキビとしたピッチングを見せまして隅につなぎましたけど、オールスターの休みがいい方にプラスしましたかね。そうでしょうね。それと昨日最後に出た隅なんかもね、はい、非常に内容のいいものを見せましたけども。そうですね、今後ねああいった形のものを見せてきますとね、ジャイアンツの打球はセンターに上がりました。詰まっています。ホワイトです。ジャイアンツの投手回転がですね、本当楽になってきますよね。で最近どのチームに増えるんですけど。